はスーパーでくじを引いてきたり、新年明けましておめでとうございます。2018年ですね。はいろいろと言ってきました。初詣だったりスーパーでくじを引いてきたりしました。はい。で、今日の動画ですけども、まあ2018年の抱負についてっていう、もうちゃちゃって短い動画です。ではその前に見てください皆さん、部屋こちら模様替えいたしました。こちらにはウルトラ兄弟、はじめ社長さん、バナナさん、それから左から CD を飾っております。で、俺のカレンダーという形でね、今年抱負ですけども、今年です1万人突破登録者、これを機に頑張っていきたいと思います。いけるか分かんないですけども頑張っていきます。そこはよろしくお願いします。まあいけなくてもまた来年の目標にそれを回していこうかなって思いますね。あとはアイドルの握手会をたくさん行けるようにしたい、それとオフ会を今年中に開きたいっていうことです。はい。これ風に吹かれてもなんですけど、昨日の紅白歌合戦見ましたか？不協和音、内村さんとねコラボをしてましたね。でも動画を見てたんですけど、最後らへんでね、平手友梨奈さん、志田真香さんと鈴木さんが倒れてたっていう情報を YouTube で見まして、大丈夫かなと思ってですね、心配はしています。という、まあ、今日は短い動画ですけどこの辺で終了したいと思います。明日2日3日ちょっと YouTube 休もうかなって思います。まあお正月なんでこの辺で終了します。ということで、1月4日から YouTube 投稿また始めますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。よ、生卵の気持ち。あ、よ、卵の気持ち。あ、生卵の気持ち。あ、生卵の気持ち。あ、生卵の気持ち。生卵の気持ち。生卵の気持ち。生卵といえば、目玉焼きが一番おすすめ。だけど、卵焼きもうまい。いろんな食材入れるのが。